快乐！新年快乐！好久不见！好久不见，很开心，在波特台中，希望你们喜欢明天的表演，请多指教。谢谢。はい、どうぞ。はい、よろしくお願いします。今年有没有什么样的计划呢？はい、そうですね。まずは昨年、EXILE としても初の単独台湾公演を成功させることができて、台湾の皆さんにもたくさんの恩返しをパフォーマンスを通してすることができて、とても嬉しく思いました。我们去年成功的在举办了演唱会，这第一场的台湾演唱会，那也透过我们的表演回馈给台湾的粉丝。はい、で今年はですね、まず本日今年一発目ですかね、LPHI の家として、お届けするアーティストをバリスティックボーイズファンの方も皆さんね来てくださってますけれども、バリスティックボーイズの代わりにですね、今発表になっているのが三代目ディソルジャーダーの今井地雄二ファインデルと、そして八木雄星ですね、発表になりました、バリスティックボーイズですよ。さあ、もちろんね、八木雄星もそうですけれども、その他ね、またいろんなプロジェクト企画を用意してます。ぜひ楽しみにしてください。那因为去年也有答应各位粉丝，我们会带来很多不同的活动来给台湾的粉丝，所以我们今年的第一场就是我们今天的 Bouncing Boys， 然后接下来我们三月十七号有金世龙和一脉之派第二场，跟 meeting， 然后接下来四月六号还有今年的第三场就是八木永真，刚刚大家反应比较热烈。好的，哇，今天真的是非常开心哦，听到这么多 LDH 哦，这一整年哦，这么多这么棒的计划，那相信粉丝们一定都不要错过好吗？每一场活动都要记下来哦，都要到场来支持哦。好，那么接下来要再访问一下我们国民姐夫阿 Kin 哦，就是这次会再度造访拉拉破台中的理由是什么呢？はい、そうですね、一つは単純にね、台湾を日本のエンターテインメントを通して盛り上げたいとい う思いなんですけれども、このララボート、台中としか言えばララボートですね、三井不動産さんと LDH がですね、今タッグを組みまして、さまざまな取り組みをしている中で、ララボート、商業施設のね、理念として、お客様と一緒に共に成長していく、そういった理念と我々のサークルオブドリームス、子どもたちに夢を持つ、挑戦することの素晴らしさと夢を応援する力、このね思いが合致して、さまざまな取り組みをしている一環として、今回も来させてもらいました。当然首先我们第一是想把日本一些比较精彩的表演带来给台湾的粉丝，那第二点是因为我们公司 LDH 跟三井集团其实有很多的合作，那我们在理念上就是我们为小孩子为大家提供一个梦想的循环，这一个理念是比较稳固的，所以今后会有很多不同的合作。了解，哇，那看来 LDH 爱梦月跟这个日本三井不动产哦是有非常多的合作，那么未来呢也有什么样的合作计划？是除了刚刚以外还有什么其他的计划？はい、もちろんね、こういう、普段僕たちエンターテインメントの世界で活動している中で、テレビだったりライブだったり SNS だったり、お客様とちょっとね離れた距離からのアプローチが多いんですけども、こういうね直接近い距離で接することで、様々なねシェア
できると思ってますので、こういうところも大切にしたいなと思っております。那因为我们平常的演说跟表演，其实比如说透过电视，或是大家透过网络，或是实体的演唱会，那这样近距离跟粉丝接触的机会是比较少，所以我们觉得这样子的活动可以增进彼此间的交流。はい、あとはこういったね、商業施設にフラッとねこう足を運んでくださったご家族の皆様やお子さんたちが僕たちのエンターテインメントを通して、何かねこう元気になったり。明日に向かう、ね、希望を持ってもらったり、夢と出会ったり、もしくはね、さまざまなファン同士と出会うことができて、友達ができたりとか、そういうつながる場としても、はい、何かねこういう場所が生かされたらなとも思ってますので、そういうところで頑張りたいなと思います。因为今天现场其实也来了很多不同的朋友，比如说可能有没看过我们，有可能有没有近距离接触过我们。我们希望透过这样的场合，可以让大家更了解我们，也可以透过这样的场合让粉丝之间更没有距离。了解哇，真的是太开心了，而且姐夫真的好亲民哦！大家给姐夫再一次很热烈掌声好吗？谢谢。谢谢还有这些年轻人们可以追逐梦想，还有追逐爱的一个非常棒的一个热情跟合作。接下来呢，我们要请这个国民姐夫阿 K 达来介绍一下 LDH 旗下实力非常坚强的师弟们 ，Ballistic Boys 哦。那我们请我们姐夫来谈谈一下对 Ballistic Boys 的印象好吗？谢谢。はい、そうですね。今日は僕だけでなく僕たちの仲間バリスティックボーイズが今回ね盛り上げに来てくれてます。那今天除了我以外，就刚有提到我们的师弟团バリスティックボーイズ有来到现场。是。彼らはまだ20代前半なんですけれども、本当に子供の頃から僕たちのプロジェクトでニューヨークに留学していたり、EXPD というね台北にもあるんですけれども、ダンス学校で。ずっと修行をしていて、もう叩き上げのメンバーです。那现在他们其实都20出头岁，但是其实他们从小就是在我们的培训学校 EXPG 的学生慢慢学起的，然后之后还送到纽约去让他们受训。で彼らは今タイであったり東南アジアであったり、まあ世界各国で活動しているんですけれども。まあね、そんな、ね、僕たちのイズムを提唱した仲間が今こうしてさまざまな国で活動していることを本当に嬉しく思います。那因为他们除了在这次来台湾以外，他们其实在泰国还有其他东南亚国家其实也有非常多的活动。那因为他们是继承我们公司整个精神的一个新的团体，所以我们这次特地带来台湾帮大家。まあ何よりね、こう台湾のファンの皆さん、バリスティックボーイズのファンの皆さんが。たくさんね4年越しですけども駆けつけてくださり、まあ、今年をね代わりにまたたくさん台湾に来ると思うのでこれから応援してほしいなと思いますし彼らは今日もう先に言っちゃっていいのかな世界初といいますか今日初披露の新曲をこの台湾で、披露をしてくださりますのでぜひ皆さん楽しみにしてください。那其实隔了四年半没有来台湾，也谢谢今天有这么多的粉丝来到现场支持我们。那他们今天有带来一首是世界第一次发表的现场表演的歌曲的舞蹈，所以希望大家可以好好欣赏。哇，真的是太期待了，真的非常的期待。